1949年ドイツ連邦議会選挙は、ドイツ連邦共和国で1949年8月14日に行われた連邦議会の総選挙である。第二次世界大戦後、アメリカ合衆国、イギリス、フランスの3カ国によって占領されていた西側部分において憲法に該当する本基本法が議会評議会によって作られた。 議会評議会での選挙制度に関する議論は、ドイツ社会民主党と自由民主党は、比例代表制を、キリスト教民主、社会同盟とドイツ党は、小選挙区制をそれぞれ主張していた。最終的に、折衷案として、小選挙区比例代表併用制の導入で合意した。1949年5月に、ドイツ連邦共和国として、再出発することになり連邦選挙法は、 同年6月15日に交付された。そして、連邦議会の議員を選出するための選挙が同年8月に行われることになった。総議席数の60%に当たる240議席は小選挙区から選出。残る160議席は州ごとに比例代表制で選出する。有権者は小選挙区の候補者にのみ投票する。それを 所属政党の比例区得票として計算する。比例代表で議席配分を受けるためには少なくとも一つの州で5%以上の得票を得るか小選挙区で一議席を獲得する必要がある。西ベルリンは人口比に応じて議会の間接選挙で議員を選出したが議案投票権は付与されていない。なお、フランス保護領となっていたザール地域は 総選挙に参加していない。シューマッハー率いる SDP は第一党となったものの、アデナウアー率いるセリ、シエスが連携している FDP、DP を合わせて定数の過半数を獲得した。議席配分要件を超えた政党は10党で、超過議席は2議席であった。また、西ベルリン議会から間接選挙で選出された議席は1949年に8議席。 1952年2月にさらに11議席増加した。9月15日に行われた首相選出のための議会投票でセリのコンラート・アデナウアーがスピードのクルト・シューマッハを破って初代連邦首相に選出され、セリ、CS、FDP、DP の4党連立の第一次、アデナウアー内閣が発足した。西平茂木、各国の選挙目的者。 285ページ、ありがとうございます。